砂防会館は、一般社団法人全国地水砂防協会が本部を置き、管理運営する会館である。全国地水砂防協会の関連施設のほか、テナントビルとしても用いられている。2015年2月、本館が老朽化により改築されることになり、各各施設を別館に移転し2016年3月に閉鎖され、2018年4月に完成した。 現在の建物現存しない建物1957年に砂防会館が完成すると同時に自民党本部が2階と3階にテナントとして入居した。1966年、長田町に自由民主会館が完成。同年4月、自民党本部が砂防会館から自由民主会館に移転すると空いた2階、3階に 中曽根康弘と田中角栄は、それぞれの派閥の事務所を構えた。田中の講演会、越山会のほか、4階には、中曽根の個人事務所もあった。砂防会館、平川町の名は、当時の田中やその派閥の代名詞であった。なお、ロッキード事件では、主な現金術の場所と認定されている。1976年には、田中角栄を題材とした清水一行の小説。 砂防会館3階が発表されている。1976年の逮捕後、田中は個人事務所を隣の伊東ピア平川町ビルに移すが、派閥事務所はそのまま残した。1983年12月の衆院選を経た後、田中派は最大の121人に膨れ上がり、1984年4月には手狭になった派閥事務所を別館に移した。 かつては前日のように、中曽根康弘の個人事務所、保守新党と国民新党の本部、亀井静香の事務所、減税日本東京事務所も、砂防会館内にあった。解体前まで本館2階には、心差し卒会の事務所が、4階には、小賀誠の事務所があった。2016年3月17日、砂防会館解体前に、心差し卒会の派閥総会が開催された。 二階派の顧問で衆議院議長を務めた伊吹文明は挨拶の中でいくつかの政治のドラマがここで繰り広げられてきた。と述べた。現在では別館に志卒会事務局や小川誠、青木幹を森吉郎の個人事務所が入居している。ありがとうございます。